ルドルフ・クリストフ・オイケンは、ドイツの哲学者。ノーベル文学賞受賞者。通常ミドルネームは外して、ルドルフ・オイケンと名前を表記する。ハノーファー王国のアウリッヒに生まれる。郵便局長だった父親のアンモベッカ・オイケンと、唯一の兄は、早く亡くなった。そのため、彼は、母親、イーダの愛情を一心に受けて育った。アウリッヒのギムナジウムに学んだ後、 1863年から、ゲッティンゲン大学で、グスタフ・タイヒ・ミューラーとルドルフ・ヘルマン・ロッツェの下で、哲学、古典哲学、古代史を学び始める。大学では、ことさら際立ったほどではないにせよ、後には、学生組合に育っていく団体に所属した。後年のフリージア・ゲッティンゲンがそれである。その他、ゲッティンゲンの学生が唱団にも入っていた。彼は、その後、 ベルリン大学でも学んだ。彼が特に親しくした学生の一人がアドルフトレンデレンブルクであるゲッティンゲン大学を卒業し学士号を取得。1886年、彼はアリストテレスの理性論というテーマでゲッティンゲン大学で古典哲学、古代史で博士号の学位を取得した後、1867年から1871年までフーズム、ベルリン。 そしてフランクフルトアムマインのギムラジウムで教団に立った。同時にお意見はアリストテレスとトマス・アクイナスをめぐってキリスト教と哲学史的な諸問題について検査を積んだ。1871年バーゼル大学の哲学と教育学の聖教授として昌平を受ける。ついで1874年の復活祭にはイエーナ大学の哲学の教授として昌平を受ける。 1920年まで在職し、その間他のいくつかの大学からの招聘は断った。1882年、イレーネ・パスソーと結婚。3人の子供を設け、その中に科学者のアルナルト・オイケンと国民経済学者・バルター・オイケンがいる。1908年、真理のあぐむことのない探求と凍結した思想のたくましさ、世界に開かれた眼差し。 温厚にして力強い序述と、それによって理想的な世界観を代表し、発展させたという理由により、ノーベル文学賞を授与された。それに引き続き、1911年にはイングランド、1913年の1914年にはアメリカ合衆国、1914年にはオランダに交換教授として滞在した。第一次世界大戦においては、彼は、 国民的な理想を代弁した。1916年1月5日、70歳の誕生日にイエーナの名誉市民に選ばれた。イエーナ大学の教授として41年に渡りその任にあり、大学の誇りにして死の名声を上げるのに寄与したというのがその理由である。ゲッティンゲン大学の学生時代、学生団フリージアの仲間と、オイケンは写真中央。 ありがとうございます。